乙女渓谷の一乙女渓谷は、岐阜県中津川市鹿島にある渓谷。磯川、水系平川の支流である白川の源流域の標高約900メートルに位置し、岐阜県の裏木曽県立自然公園内にある、小州山の南南東2.1キロメートルにある、崎山を水源とし、あてら山地の西面に位置する。鹿島川本流の乙女渓谷乙女渓谷の森は、 岐阜県の生活環境保全林の一つ。所在地は岐阜県中津川市鹿子もおごうち内。区域は鹿子も川南東部の一の谷と二の谷の流域の一帯。周辺の山域は日の木などの産地。2000年から2004年にかけて岐阜県の生活環境保全林整備事業により、乙女渓谷の森内の乙女渓谷キャンプ場から夫婦滝までの二の谷沿いに、 木星階段上の遊歩道が再整備され、小集山の登山道を兼ねている。4月中旬頃に乙女渓谷山開きが行われている。渓谷沿い遊歩道ではマイナスイオンを浴びることができ、本尺投げの群生地と避難小屋がある。尺投げ、宮松辻、小節等に彩られた渓谷が優れた自然景観を呈しており、渓流沿いには、 キャンプ場が整備されており、森林スポーツの場となっている。乙女渓谷キャンプ場の管理棟乙女、渓谷キャンプ場は、カシモ森林組合が運営管理する岐阜県中津川市カシモの乙女渓谷にあるキャンプ場である。開設期間は7月中旬マイナス8月末、バンガローとアスナロ、森の学び者などの宿泊棟、登山者向けの有料駐車場などがある。 鹿シ川右岸の二の谷合流点に中央管理棟があり、昇州山二の谷ルート登山口及び夫婦、滝遊歩道の入り口となっている。乙女渓谷とその上流部には以下の滝があり、乙女淵、網笠淵、面ンパ淵などの淵がある。夫婦滝の大滝と目滝の両方を見渡せる展望台への遊歩道が整備されている。夫婦滝は、 岐阜県中津川市し,しもの乙女渓谷にの谷にある滝である。小滝と目滝の組からなる2条の滝の総称。陶器には滝が全面凍結することがある。国道257号から渓谷のキャンプ場に至る指導がある。ありがとうございます。